今日私たち JCP サポーターズと日本共産党の我らが田村智子さんが皆さん一人一人の政治生活もやもやしてるそういうところを聞いて、皆さんと対話をし、社会と政治をつなげてどうにかしてこのもやもや解決していくためにみんなで力を合わせようというワンステップの対話会を開きたいと思います。というわけで田村智子さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。日本共産党の委員長の田村智子です。今日は JCP サポーター日本共産党を応援しようっていう皆さんが今日ですねちょうど会議をやって集まりがあるとお聞きをしたので、その後一緒に対話しませんかということで急遽この皆さんと対話しようの企画が実現をいたしました。8月14日に岸田首相が突然記者会見をやりました。そして自分はもう総理を辞めますという宣言をしました。自民党総裁選挙には出ない、つまりは総理を辞めます宣言を突然したんですね。皆さんこのニュース聞いてどう思いました？私はまあ驚きました。一つには驚きました。だって直前まで自民党の集まりの中で今度はいよいよ憲法9条を変えるんだ、自衛隊を憲法に書き込むんだ、この議論をリードしていくっていうことまでやっていた人が突然投げ出すっていう方になってしまったからですね。そして記者会見聞いてみたら自民党は生まれ変わらなければダメなんだと岸田さんは言う。その理由は裏金事件、まあ、裏金というふうに最後まで岸田さん言いませんが、政治資金の不記載の問題、そして統一教会と自民党の癒着の問題などで自民党は国民の信頼を失ってしまった、だから自分が責任を取って辞めるんだという記者会見だったんです。私これ聞いてそこは分かってるんだなと思いました。何しろ私たち日本共産党新聞赤旗のスクープで裏金の問題何度も何度も報道してきました。世にこの裏金を暴いてきました。そして国会でもこの裏金問題というのは一人一人の議員のスキャンダルじゃないよ、もう自民党が派閥ぐるみ、つまりは組織として裏金作りやってた、組織的犯罪なんだ、このことも徹底的に追及してきました。 JCP サポーターの皆さんや全国の日本共産党の仲間が本当に怒りの世論を繰り広げてきたんですね。その中でとうとう岸田さん国民の信頼回復することできず、自分が辞めることで信頼得ようとしている、でもそんなんて信頼回復できないですよね。そして表紙を変える、新しい総理を決める、そしたら裏金問題や統一教会の問題、これもチャラにしていいんでしょうか。とんでもないですね。名乗りを上げている人たち言うこと聞いてみると、誰一人裏金事件組織的犯罪だから真相究明やります言いません。お金の使い道を隠す政策活動費、これも廃止します言いません。統一教会と長い癒着です。安倍晋三元首相のおじいちゃんの時からの癒着です。これがどうして始まったのか生み出しきるんだ、そういう人一人もいません。これではお金が絡んだ、利権が絡んだドロドロとした政治はこれからも続くことになってしまうんじゃないでしょうか。私たち日本共産党、ぜひ総選挙で思い切って政治を変える、自民党政治を終わらせる、そういう皆さんとの連帯力合わせをですね本当に広げていきたいと思っているんです。そのためにも皆さんが日頃暮らしの中で感じていること、あるいはね学生の皆さん大学生活の中で感じていること、皆さんとぜひ直接話をしたいと思います。
皆さんの気持ちを、意見をお聞きしたいと思います。そしてね、そのモヤモヤとか皆さんが感じていることに応える政策を日本共産党としてもドーンと出して、みんなで一緒に自民党政治を終わらせる総選挙やりたいと思うんですね。ぜひね、選挙っていうのはやっぱり楽しくみんなが主人公で、やるのがやっぱ選挙だと思います。国民が主人公の選挙をぜひ日本共産党やりたい、その一歩として今日 JCP サポーターの皆さんと一緒に皆さんと対話をこれからしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お帰りなさいませ、はい、いやもう話し出したら止まらないほど言いたいことがたくさんある人が何人もいらっしゃいました。はい、なるほど、それは良かったです。ちなみに、他にですね、事前に寄せられたモヤモヤについてもちょっとお答えいただいてよろしいでしょうか。はい、1、政治についてのモヤモヤ。はい、とにかく政治用語は難しくて分かりません、うん、頭に入ってこない、うん、ピンとこない、うん、結果政治は遠い、どこかの場所で難しい言葉を使う人たちだけのものっていう印象があります。なんで政治家は難しい言葉を使って有権者の話を聞こうとしないんでしょうか。なるほどです。私もね、国会の中で政府の説明とか聞くときに、一つはね、難しいっていうのが単にその漢字がいっぱい並んでるっていうよりも、むしろ横文字がいっぱいいっぱいですね、言われて、そりゃ一体何なのっていうふうに思うことがありますよね。それでごまかされてるんじゃないかなと思うことが多々あります。だから私もできるだけこういう街頭でお話しするときとか皆さんと対話するときには、普段使っている言葉で今の政治のことを伝えるように努力をしているんですけれども、あえて難しい言葉や何言ってるのか分かんないという話を、何言ってるか分かんないぞと言われているのでやり続けている議員というのは、政治のことを知ってほしくないんじゃないのかなと。なるほど、皆さんの暮らしと政治が関わっているよということを知ってほしくないから、あえて難しい言葉とか聞き慣れない横文字とかっていうのをどんどん持ってきてるんじゃないのかなというふうにも思います。なるほど、ね、そしてもう一つ、私たち共産党についてもこう政策がね、いろいろこう言うと真面目でちょっと難しいよって言われることがあるんです。あります、あります、あります。集団的自衛権の行使容認って言われても、それは一体何なんだろうっていうふうになってしまうときはありますよね。確かに、ですから私たち今の集団的自衛権行使容認だったら、日本の国はどこもどの国からも攻撃を受けていないにもかかわらず、同盟国だというアメリカが戦争を起こせば、軍事行動を起こせば、自衛隊が一緒になって戦ってしまうと、こういうことができるのが集団的自衛権行使容認ってことですよというふうに説明をしようとしています。それでも難しいと言われることがあります。はい、でもね、難しいことあるんです。はい、でその難しいと思われることも、やっぱり自分のこの人生とか、あるいはこの国の平和とか、これからのその何かね、地球の未来とか、こういうことについて関わり合いのあることはちょっと難しくても一緒に考えて、で分かんないとか分かんないよって言ってもらって、分かんないからシャットアウトではなくて、ぜひ一緒にね、考え合うっていうことに挑戦してみたいと思うんですよ。皆さんもぜひそういう気持ちで、難しいなと思ったことも、例えば共産党の話難しいと思ったら、そこ分かんないよと、もうちょっとそこ分かりやすくってぜひ言ってください。私たちとっても大切なことを皆さんに伝えているつもりなんです。伝えています。ですからそうやってね、対話して難しいところにも一歩踏み込んで、政治を私たちのものにしていこうじゃないかってことも呼びかけたいと思います。はい、なるほどです。議員のとか共産党の方も分かりやすく説明するように一歩前へで、はい、我々も
それを理解しよう、ちょっと質問してみようって一歩前へって進んだところから対話が始まるんですね、はい、いいですね。それ やりましょう、ぜひ。そうしましょう。今のコメントは準備してたコメントじゃないので拍手をお願いします。次のモヤモヤです。食料品が高くて暮らしていけません。お米の値段が高くて買えません。一生懸命働いてもお給料が上がらなくて困ってますっていう、もうモヤモヤというか悲鳴ですよね。こちらについてお答えいただけますでしょうか。さっきもですね、お話ししていたらもう長くなった方いるんですよ。その方がどうして普通に真面目に働いているのにもう普通の暮らしができない、こんな状況になっちゃったんだろうか。40代50代の、ね、身になってみるとですね、確かに若い頃普通に働けば、まあ、生活楽しめる収入得られるって人多かったですよ。ところが今本当に節約に節約に節約を重ねている、そこにお米の値段まで上がっちゃった。私ね、これこそ政治の責任、もっと言うと自民党の政治の責任っていうのを、やっぱりね、とことんみんなで追求しなきゃいけないと思うんです。まずちょっとお米言わせてください。お米は余ってるって言ってきたんですよ、自民党ずっと余ってると。だからお米の生産量減らせ減らせって、今年もお米売り場がなくなっちゃって空っぽになっちゃって、それでもねまだ減らすっていうこの政策変えようとしてないんですよ。で、今年必要としている量よりも来年そのお米の生産量は少なくしていいんだっていう政策をつい先ほど農水省は発表したぐらいなんですよ。それでね、もう一つは海外からどんどんお米輸入すると。で、日本の米農家の皆さんは本当に何ていうかね、今飼料も、あ、肥料か、肥料も値段が上がってる。それから気候危機で天候不順で取れたり取れなかったり、台風被害とかで本当にね収入が安定しない、収入が激減している。それでもその農家を支えようという政策は何もない。もうね、私本当に食料危機になってしまうって危機感を持ってます。日本の国は食料危機になっちゃう。お米食べられないのってちょっと致命的じゃないですか。そうなっちゃうんですよ。それを自民党はサポートしない、しない。今年と同じ方針で行く行く。え、来年お米なくなっちゃいます。いや、どうなるんだろうと本当に思いますね。激おこですね。そうなんです。それでね、世界の国々っていうのは農業はやっぱり命に関わるから、その国の国民のだからとっても大切にするんです。フランスとかドイツでも農家の方の所得に占めるいわゆる公的なお金、補助金とかね、これって6割とか7割なんですよ。6割7割は公的な補助金が入ってるんです。そうやって収入支えないと、だってそうでないとね、じゃあ農家の給料、農家の方々の取り分を多くすると食料品そのものの値段ガッと上がりますよね、農家の所得上げようとしたら、はい、そうしたら買う側が困っちゃう、はい、だから一定所得を公的に保障するし、また気候の変動でこうね、収穫量がこうなった時に価格も豊作だったらガンと下がったりしちゃって、これまた農家がやっていけない、はい、だから価格も保障するんですよ。所得の保障と価格の保障ってやるんですよ。なるほど。その仕組みは日本もあった、あった、あったのに自民党はそれではダメだ、もっと自己責任だ、もっと競争しろって言ってやめちゃった。で、農家はどんどん減ってる、激減している。いや、もう大変です、本当に大変。ちょっと私梅干しのおにぎり大好きなんで、ええ、本当に切実なんですけど、ええ、どうしよう、どうしようなんですよ。本当に本当に皆さん自民党政治終わらせましょうよ。自民党農政っていうのをもう農家の方々の中から、自民党農政のノーはノー、イエスノーのノー、もう自民党ノー、自民党ノー政、うまい、これ拍手お願いします。強制させてしまったんでちょっとよくなかったかもしれない。私はうまいと思ったんで推薦させていただきました、自民党農政で。というように、これ農業だけではないですね、あらゆる産業で働く人をおろそかにして、投資家とか企業が儲けることを応援してきちゃったのがやっぱり自民党の政治、特にアベノミクス以降の12年間だったんですよ。で、調べたらびっくりですよ。トヨタ自動車、
本当にあの今年3月期の決算で5兆円の史上最高の利益なんです。史上最高の利益。そしてね、トヨタの会長のトヨタ会長さんは役員報酬が 60% アップなんですよ。言ってみたい。給料 60% アップしてますか皆さん。してない。トヨタの社員だってしていない。 5% 上がったとか 3% 上がった、これまでの最高だとかって騒いでるぐらいですから。ところが役員報酬 60% アップ。それから株主の皆さんには配当金がぐわっと回ると。声が出ない。ショックで声が出ませんよ。ぐわっと回ってる人たちに対して我々は50円時給が上がった、やったーとか言ってるんですよね。そうなんです。そうなんです。だからね、だからやっぱりあの日本の経済回してるのは大企業や経営者じゃないよと、働く人たちなんだよって。そしてね、働く人たちっていうのはその働く場所を離れたら消費者で、ちゃんと消費ができなかったら日本の経済回るわけがないじゃないかということだと思うんです。その通りです。その通りなので次の質問に行きます。はい、すいません、長くもう熱弁をしてしまいました、はい、今日はなんと飛び入り参加で質問があります。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。JCP サポーターの大森と申します。よろしくお願いします。早速なんですけれども、質問したいのはガザについての問題です。はい、今までまあ国内の問題ももちろんですけど国際の問題になります。今下北沢でちょうど5時まで、夕方まで、パレスチナマーケットというのがありまして、パレスチナの文化とか食べ物とかが、売られる、それで寄付に行くっていう、まあ、とてもいいイベントがあったんですね。でそこで、パレスチナ問題にすごく関心のある人と話して考えたんですけども、パレスチナで虐殺が起きていること、人々が虐げられていることっていうのはイスラエルとパレスチナだけの問題ではなくて、アメリカがずっとイスラエルを支援し続けていること、そして日本がそれにアメリカにの忖度して言いなりになって、それゆえにそうイスラエルに強く言わないことっていうのが問題になってるんじゃないか、つまりパレスチナの問題って日本の問題なんじゃないかっていうふうに考えたんですね。で、委員長に、田村委員長にお伺いしたいのが、もし共産党でだったら今の自民党がアメリカの言いなりになっているのとは違うアプローチをするんだろうと思うんですけども、どういうふうにアプローチをするのか、考えがあったら教えていただきたいです。はい、今言われた通りだと思うんですね。私も国会で上川外務大臣に質問したんですけれどもね、はい、やっぱりイスラエルが今ガザに対してやってることはどんな理由があっても国際法違反ですよ。はい、そうです。学校攻撃する、うん、病院攻撃する、はい、そしてね、もう攻撃始まった当初から妊婦さんがですね、病院でも病院が攻撃されちゃうもんだから、はい、麻酔なしで帝王切開やるような事態まで攻撃始まった直後から起きてるんですよ。はい、だからもうすぐにでもこの攻撃をやめさせなきゃいけないと、うん、そのために国際社会が一致団結しなくちゃいけないんだと。そうですね、イスラエルに対してこの国際法違反のガザに対するジェノサイドをやめろと言うべきだと。はい、ジェノサイド、虐殺です ね、はい、それを。ところがね、上川大臣ははっきり言わないんです。はっきり日本の政府は言わない、うん、なぜかといえばハマスが誘拐したからだと、はい、ハマスが民間人を、まあ、殺したからだと、うんうん、はい、だからイスラエルはそれに対して自国を守ってるんだって言いますが、うん、あまりにも違う。違いますね、うん、もちろんハマスが民間人を殺害したり誘拐したことも国際法違反です。はい、だから批判すればいい、うんうん、それはやめろと言えばいい、うんうん、だけどイスラエルが長年にわたってパレスチナ人から土地を奪い、はい、虐殺を続け、うん、逮捕拘束を続け、はい、これはダメだっていうことを、うんうん、なぜ日本の政府ははっきりイスラエルに言わないのか、うん、はい、でそこが言われる通りアメリカ言いなり、うん、アメリカの顔色を伺うという、はい、今の自民党政治の本当に根本的な腐った、ね、はい、政治の姿があると思います。そうですね。でただね、もう一つ、はい、私たちはだからアメリカに物が言える政治にならなくちゃいけない。でそれはもう根っこのところではゆくゆくね、日米軍事同盟そのものも軍事同盟ではなくて対等平等な平和と友好の関係に変えていこうじゃないかっていうことを言ってるんですけども、はいはい、うん、ただね、はい、過去の日本の政府はもっとイスラエルに物を言っていた。かつては言っていた、言っていた、はい、うん、
なぜ今は言わなくなったんでしょうか。本当にね、特に安倍晋三さん以降ですね、はい、安倍政権、第二次安倍政権以降、はい、もうアメリカに媚びて、うんうん、アメリカに応援をいただくことで、はい、国民からね、桜だ、賭けだ、森だ、うんうん、今で言うと裏金だ、はい、統一教会だ、ソース感食らっても、はい、やっぱりそのアメリカの後ろ盾で、うんうんうん、その政権を維持してきたっていうところがあると思います、うん、はい、そしてまた安倍さんはイスラエルのネタニヤフ首相と仲良し小良しをやってしまった、はい、そうですね、うん、ここから本当に今ダメですよ、今の政治は。皆さん本当に総選挙で、はい、こんなね、はい、虐殺を許すような、うん、見て見ぬふりとまでは言わないけれど、ダメだと言えないような、そんな政治でいいのかってことを我がこととして、やっぱ私も考えてほしいし、考えたいというふうに思います、はい、ありがとうございます、はい、そうです。いや、肝の据わったいい質問でした。ありがとうございます。私も勉強になりました。あれですよね、連帯を示してね、これね、ありがとう。これパレスチナの、ね、連帯を示して、はい、私もこのリストバンドで連帯を示しています。私も今日も連帯するために、あの、はい、鍵のマークのアクセサリーをつける予定だったのが、ちょっとどこにしまってしまったかが分かんなくてすいません。心の目で見えてますので、はい、はい、はい、それではですね、いろいろちょっと名残惜しくて、もっと聞きたいことたくさんあるんですが、お時間ですので最後に一言お願いします。はい、今日はあの改めて対話の大切さということを実感いたしました。今日はあのこの場で喋るよりも皆さんからお話聞く時間の方が長かったです。そしてね、あの話し始めれば止まらない、ここにいっぱいありますけれども、ね、本当にね、給料上がらない、物価高で暮らし大変、この先の希望が見えないっていう話がたくさんありました。気候危機もこんな暑さがいつまで続くのかっていうこととか、それからの子どもたちのこれからどうなるのかとか、あの今日本共産党、そういう皆さんの声に応える政策掲げてます。暮らしを徹底的に応援して、働く人の本当にその働く権利とかね、人間らしく働くってことを応援することが経済を立て直す道だっていう経済再生プラン、それから軍事費、防衛予算どんどん増えていく、ミサイルにはミサイル、核兵器には核兵器、この先に平和はないよ、もっと外交できることあるよという外交の提言、そしてね、ジェンダー平等に向かうあの政策などなど、これぜひ日本共産党のホームページとか YouTube とか Instagram とか TikTok も始めたのかな、いろんなことに挑戦して皆さんに伝えようとしていますので、ぜひちょっとアクセスしてみてほしいんです。そしてね、政治をどうするかっていうのは、やっぱりあの国民の意思だと思うんですよ。皆さんが願っていることを、思っていることを声にして、形にして、そして一番は選挙の一票に託して政治を変えるってことは必ずできるということを皆さんに呼びかけたいと思います。私たちも総選挙で議席伸ばしてね、今の政治を変える力を国会の中で持ちたいと思っています。アクセスしてください。そして何か聞きたいことがあったらメールでもいいですし、あの私たちに質問とかどんどんください。日本共産党は最もそうした質問に答える政党だという定評がございます。電話でも答えているし、メールでも答えています。そしてね、あの今何か政治のことを発信すると、あの例えばもう X なんかすぐ叩くわけですよ。自民党のことなんか言うと、お前は共産党かとかね、なんかその今の軍拡でいいのか、軍事費どんどん増えるのでいいのかっていうと、あのそれは中国かとかって、おかしいですよこんなの。意見の違いがあるのが民主主義なんだから、真面目に大切な問題で発信したら、そんなレッテル貼りではなくてね、真面目に考え合って真面目に対話していこうじゃないかっていうことも呼びかけたいと思うんです。共産党と違う考えあるのは当たり前なんです。自民党と違う考えがあるのは当たり前なんです。いろんな政党があって、みんなで考え合ってどうしていこうかって真剣に考えて議論して決めるのが政党政治で、民主主義の政治だと思います。だからね、そんなインターネットの空間を作るためにも私たち努力していきたいと思っていますので、皆さん一緒にそんなムーブメントを起こしていこうじゃないかっていうことも呼びかけたいと思います。はい、ありがとうございます。田村智子さんでした。我々
への希望諦めません。共産党って怖いんでしょ、ガチンコすぎて怖いんでしょって言われることあります。でも真剣なんです。本当に世の中を変えたい。今日たまたまさんのお話を聞いて力になりたいって思ってくれた方はぜひスタッフに声をかけてください。私の声も聞いて生活苦しいよって思った方はメールでも電話でも連絡してください。私たちと一緒に社会を変えるために頑張りましょう。 We are Japanese Communist Party